パンフィロデナルバエスパンフィロデナルバエスは、スペインの軍人、コンキスタドール。ナルバエスは、1470年に、カスティーリアのクエラルもしくはバリアドリッドで生まれた。1509年のジャマイカの征服に参加し、1512年にも、ディエゴ・ベラスケスでクエラルの命令の下、キューバ征服に参加した。ナルバエスは、バルトロメデラスカサスとフアンデグリハルバと共に、 島の東端まで遠征した。イスパニョーラ島とキューバに住んだ後に、ナルバエスはエルナン・コルテスの野心を密かに妨害するため、ベラスケスの代理人としてメキシコに派遣された。彼がベラクルスに到着した後、彼の兵士の多くはコルテスに寝返った。結局、ナルバエスと残った部隊は1520年5月24日にセンポアラで敗れた。ナルバエスは戦いで負傷した。 コルテスは、およそ2年間にわたり彼をベラクルスか、センポアラに投獄した。ナルバイスは解放された後、スペインに帰った。ナルバイスは、その後、スペインをカルロス一世によって、フロリダのアデランタードに任命された。1527年6月17日、ナルバイスは5隻の船と700名の隊員と共に、アンダルシア州カディス県のサンルーカルデバラ名だから、出発した。 ナルバイス遠征隊は1528年4月、嵐と荒波をくぐり抜け、フロリダの海岸に到着した。彼は生き残った300名の隊員と、リオデラスパルマスの近くの敵対的な先住民の中に上陸した。そこから強力なアパラチンインディアンの領域に達するまで、ナルバイス遠征隊は内陸のフロリダを通って北方に進んだ。 伝説上の黄金も財宝も発見できず、インディアンの敵対心に疲れたナルバイスは、4層のイカダで内陸から海に戻るように命令した。彼は、船に再び乗って、メキシコへと向かうつもりだったが、船は嵐で破壊された。嵐で4層のイカダのうち2層が難破し、ナルバイス遠征隊のほとんど全てのメンバーが死んだ。嵐で死ななかった80人の男性が、 はるか遠くのメキシコシティに向けて、ドホで進んだ。途中食べ物が不足し、結局4名だけが、メキシコシティまで乗り切った。生き残った4名は、アルバルヌニエス・カベサ・デバカ、アロンソ・デル・カスティーリョ、マルドナード、アンドレス・ドランテス・デ・カランサ、そしてエステバニコという名のベルベル人の奴隷のみだった。エステバニコは、今日のアメリカ合衆国である地域に入った、最初のアフリカ人であると言える。 カベサデバカは、ナオフロヒースという題名の序述を書き、4名の生存者によるアメリカ南東部から徒歩での旅行について説明した。これは、彼らがスペインの開拓地のあったシナロア州クリアンに到達するまでに8年の歳月を費やされた長旅であった。ありがとうございます。